左から2番目、今投げたのが上原選手です。ありますか？はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？今日は恒例の、はい、サンディエゴからのペトコパークシリーズやっていきますね。ダースモールさんからまた動画がね送られてきましたので、5月末ですね、この辺5月にペトコパークにシカゴカブスさんがいらっしゃったということで、上原投手のねウォーミングアップなんかも見れるわけですが、私のいらない解説なんかはなしで、ダースモールさんのね、はい、お話を聞きたいと思います。どうぞ。こんにちは、石原さん。今日はシカゴカブスがサンディエゴに来ています。開門してからまだ10分なんですが、見てください、カブスファンが多いですね。やはり皆さん勝ってるチームというのはどうしてもご贔屓になるものですね。5年前カブスのゲームというのはガラガラだったんですが、ある噂によると今日は3万人入っているということです。それでは、日本の確かピッチャーは今日いますよね、できればお送りしたいと思います。それでは石原さん。上原さんですね。上原さんがいますね。上原さんがいます。今アジソン・ラッセルさんの後ろを取ったんですけど、ボタンを押し間違えた。はい、これがアジソン・ラッセルさんです。はい、上原さん、ボールいただけますか？ボールをくれません。お、彼はボールくれます。くれませんね、ボールを。ウォーミングアップしてますね、上原さん。いいですね。なかなか面白いウォーミングアップですね、石原さん。私はもしかしたら彼見る初めてかもしれませんね。いいですね。やっぱカーブスは昨日の去年 のワールドシリーズの影響でかなり選手を知ってますね、私。はい、わかりますか。なかなかかっこいいですね、彼。彼はやっぱりボルチマにいる時に今の方がかっこいいような気がしますね。わかりますか。いいですね。かっこいいですね。メジャー慣れしてるとか当たり前ですよね。アジソン・ラッセルさんがまだやってますね。もう一回言ってみましょうかね。グローブかっこよかったですよ、石原さん。ローリングス の小さめの11半ぐらいのボールで。私クリス・ブライアンさんを見つけたいんですけど、いませんね。クリス・ブライアンさんサーズですからね。そんなところでまた左から2番目、今投げたのが上原選手です。ありますか？ウォーミングアップしますね。もう一回ボールを聞いてみましょうか。だんだん力強く投げてきましたね。はい、そういうことです。見てください、この人。やはり勝ってるチームというのはこのように混んでます。見えますか？あと5分ぐらいで終わります。これはじゃあ業務連絡です。はい、このカブスの雰囲気、バッティングプラクティスが終わりました。上原選手が、はい、走ってます。わかりますか？上原選手です。真ん中です。センターの走ってます。ちょっとこう単色のグローブですね、彼は。赤いストライプが入ってる靴を履いてますね。スパイクというんですね、日本語で。はい、上原選手です。はい、そういうことです。見てください、石原さん。今日はカブスファンが多いですね。この人のジャージかっこいいですね、高いですね。ウィル・マイヤーさんがいますね。私はバッティングプラクティスが終わって
今自分の席に向かっています。いやでもやはりちょっとこのカブスブルーの人が今日はやはり多いですね。わかりますかこの雰囲気、シカゴにいるみたいですねまるでやはり本当に先ほども申しましたが勝ってるチームというのは人気になりますよね。あーワールドチャンピオンのジャージを着てるお姉さんいますね。あれはアンソニー・リゾですね。あアンソニー・リゾは去年じゃないですね、ちょっと前はパドレスの選手だったんですよご存知ないでしょうけど、あ見てください、わかりますかこの雰囲気。あバーベキューやってますね私は席今フィールドレベルという1階の席にいます。いつものようにこのように歩いてのが楽しいですね。あカブスのジャージを着たジョジョさんがいますね。わかりますかおまわりさんがいますねあこれわかりますかトイレなんですよ。なかなか洒落てるでしょ。ガスランプクォーターというこれパドレスの、パドレスのペトコパークがある場所はガスランプクォーターゾーンですね。それでガスランプクォーターです。今前にいるのはベリーボンズのジャージを着てますね。ちょっと球場間違えたんじゃないかとか思う感じ。ジャイアンツファンですね。不思議ですね。ちょっと意味が分かりませんが時々こういう人がいます。楽しいですね。あいつものレストランですね分かりますか、はい、もう皆さん BP 終わりましたからご飯を食べようとしている方、ただ歩いている方、席に向かってんですかね。まあ、これが本当によく言いますけど楽しい。あ私のベースボール友達の、ね、クリス・ブライアンのジャージですね。わかりますか少しでもこの雰囲気を。ジェニファー・ロペスとかこういつもくだらないことを私はこの人たちを言ってバッティングプラクティスを楽しんでます。あ見てください、わかりますかこの雰囲気、非常に、なんかあのお姉さんなんか食べてますね、ポテトですね。ね、私はお酒を飲まないで関係ないです。あ時間がなくなります。はい、今フィールドレベルの109にいます。ここからエスカレーターが伸びてます。わかりますかこのエスカレーターで私は私の安い席に今から向かいます。人がこれは週末みたいに今日質が多いですね。わかりますかさあエスカレーターに乗りましょう。わかりますかビールを片手に歩いている方、あのアメリカというのは公共の場でのお酒を飲むってことはあんまりできないので、やはりアメリカに住んでいる方はこれは非常に楽しいみたいですね。日本ではちょっと考えられないでしょう。わかりますかこれ今上がっていってます、見えますか。はい、2階はトヨタテラスというところです。はい、このフィールドレベルのと2階のトヨタテラスの間にも実はレストランがあります。それは今やり過ごしました。はい、これが私が言う2階トヨタテラスに着きました。はい、トヨタテラスです。トヨタテラスのここにもレストランがありますね。はい、トヨタテラスから正面玄関が見えます。見えますかカブスのファンが多いですね。やはりなかなか面白い人がいますね。このようにやっぱりちょっと皆さんお酒が入ってますから。はい、これが私にの乗る、アッパーデッキの行くところの道です。はい、はい、はい、アッパーに行きます。やっぱり安い席になってくると人があんまりいませんね。これがトヨタテラスです。だいたいこういう個人的なールームになってます。はい、トヨタテラスです。トヨタテラスが終わりました。はい、アッパーレベルです。はい、アッパーレベルに着きました。はい、セクション313、これがおなんかあオルガンが用意してるのありますね。私のゆきこさんという日本の方ですあ、私のバディがいますね。見てください、あ今日日が当たってますね。日が当たってますね。見てください、このなんか怪しげな親父ジェームズ、あれですね、リッキー君ですねあ、お、3階はガラガラですねはい、そういうこと。席に着いたんですが、目の前のお兄さんがなかなかアメリカ的なものを食べてるので、見えますかこれ、ウィル・マイヤーズの T シャツ着たんです。お兄さんすごいですよね。この何でしょうね、これチキンですかね。でフレンチフライ、この隣の
お姉さん、お嬢さんも同じようなサインつけてますね。彼女10代の前半ですよね。いや本当にアメリカというこの食生活はすごいですよね。見てください、この何ですかね、ケチャップですかね、バーベキューソースにポテトをつけて食べてますね。やりますね。あ、このお嬢さんホフマンのジャージを着てますね。これはタダでもらったジャージですね、5年10年ぐらい前かな。このシャツは私も持ってます。タダでもらいました。わかりますか。はい、そういうことです。石原さん、石原さん見えますか。これはメキシコ風の料理でタコと言います。今日はタコチューズデーといって、火曜日はタコが安く買えます。このお父さんと お嬢さんはタコを買ってきて食べてますね。わかりますか。あ、この先ほどこの少年はウィリー・マイヤーズのオールスターゲームの T シャツとオールスターゲームの帽子の子は食べ終わったみたいで、なんかベースボールカードとかなんか話してますね。わかりますか。食べてますね、皆さん。タコを食べてますね。2ドル50です。ちなみにして。わかりますか。これが私のメジャーリーグですね。はい、まだ試合が始まるまで20分ぐらいあります。はい、少しでもメジャーリーグの雰囲気をと思いまして送りました。はい、タコチューズデーでした。それでは、はい、もう一回タコが見えます。